1球フォームを確かめながら投げ込んだ。見守った西村特分監督は、今年は田島にとって悔しいシーズンになった。来年こそ流行ってもらわないと困る。秋季練習では投げられる時には投げてもらって、体も作っていかないといけないと来季の復調を期待していた。田島はルーキーだった昨季6勝を挙げたが、左肘の違和感からシーズン途中に離脱。今季も開幕には間に合わず、6月に1軍昇格したが3勝4敗、防御率 3.44 だった。